第2部パネルディスカッションに入りたいと思います。松野が司会をさせていただきまして、加藤先生、それから香川先生、まあ、少しご紹介しましたけど、山梨大学で生命倫理を教えて、もともとフランスの哲学倫理学の歴史に強い方でいらっしゃいまして、生命倫理のヨーロッパの議論を反映させた、議論では我々私が信頼をしている方です。それから天笠圭介先生は消費者レポートというのを数十年にわたって、でしたね、何年でございました、半世紀です、半世紀そして出してました。その前に技術と人間、これも非常に重要な科学技術の倫理や社会問題というのを扱ってきた先駆的なお仕事をずっとされてきた。もともと私と香川さんは文系の出身ですが、加藤先生と天笠先生は理系の出身で、分離分離というふうになっております。そういう感じでこれから議論を進めていきたいと思いますが、まず香川さんにですね、加藤さんのお話を聞かれてのご感想とかご質問とかですね、そのあたりからまず伺いたいと思います。今ご紹介いただきました川です。よろしくお願いします。ですね、今日はまず柴園先生がお話しされたんですけども、柴園先生のお話にはですね、人文系からあんまり加藤先生はそういう越境するというかですね、乗り越えていくのがあるので、あんまりその分離とか言いたくないという全然っていうことだと思いますけど、特に人文系から見た時にですね、現在問題のその生殖細胞のゲノム編集に関わる懸念というかですね、問題点はどこにあるのかというお話を島園先生は、されたんです。それで何を考えるべきかっていうのは難しいんですけども、島園先生はES 細胞やなんかの関係で生命倫理専門調査会ですかにいらしたときに、議論されたときに中心というのは、先生がちょっとお話になりましたけど、人間の尊厳というような概念をもとにして、肺についてもある意味でその尊厳を認めるということで一つの、観点を打ち出されるようにしたとじゃないかというふうに私なんか受け取ってるんですけども、ゲノム編集が、実際にその、生殖細胞をいじれるような形で、いじっちゃったというような形で、もう進んできた段階からすると、必ずしもその人間の尊厳っていうのを、もちろん無効ではないと思うんですけれども、それを持ち出してもですね、果たしてピンとくるのかというと、若干そのズレが生じてるんじゃないかと、そういうことも島園先生はお話になったんじゃないかなというふうに私は受け取りました。で、問題点としてはですね、議論の仕方が非常に難しいんですけども、要するに将来世代に対する現在の我々の責任は何かということだろうと思うんですね。それをどうやってその議論していくかというのが大切だということを島園先生はご指摘になったんじゃないかと思います。で、それを受けて加藤先生がお話になったんですけど、まず一番最初にですね、加藤先生が、加わって、作られた第1回の、ゲノム編集をめぐる国際サミットを受けた形で日本で出された中間まとめってやつですね。で、これはその最近、青野さんがお書きになった本でも、強調されていてですね、なるほどというか読み過ごしていたなということだったんですけども、
要するにその社会的な議論をするときに何をするのかと言ったときに、加藤先生も強調されましたけど、中間まとめの特色というのは、要するに遺伝病であれば治せばいいと、治せるようになったらどんどん治そうという路線だけじゃなくてですね、その障害を、まあ、いくらそのゲノム編集が進んでもですね、障害を持つ人が亡くなる社会というのはこれはありえないと思うんですね。だそういう意味ではその、まあ、出生診断の問題もそうでしょうけれども、そういう問題に関わると思いますけれども、その障害者の方っていうかですね、障害を持つというあの人がいるのは当たり前だと思うんですけども、そういう人も含めた中でこの社会をどう考えていくのかっていう視点が重要だということを実は中間まとめでは言われてた。それを、加藤先生強調されてます。私も、まあ、どちらかというとそのあたり見過ごしていたかなと、ね、あのもう少し強調していただきたかったと。そうですね、それはあのいいように思いますけど、まあ、先ほど言いましたけども、その青野さんの本でも最近書かれた本でも、そのあたりに強調されてましたし、加藤先生さっきコメントしてもいいですか。じゃあ気にしますけど、あの先生が改めて言っていただいたことはとてもありがたいと思っていて、まあ、どこまでオープンに言うかというのがあるけど、私の個人的な感想としてはですね、せっかくあの時にあれだけちゃんと入れたのに、その後の議論であまり出てないので、ちょっと残念というのが個人的な意見でして、やはりそれを皆さん振り返り日本のこれからの議論をしないといけないと思っているので、ぜひ皆様にあれは大事だよって言っていただけたらなと思います。私もうっかり読み過ごしたことでだったんですけども、あのですね、そのあたりもう少し分かりやすく書いていただけたらよかったかなという気はいたします。むしろその、ざっと最初にその中間まとめを読ませていただいた時の感じだと、基本的にはその前の、ワシントンで開かれた第1回の国際あのサミットですね、そこで出されているものをそのままこう受け継いで、まあ、受け継いでるということもあの中間まとめの中でもそれを受けてというようなことも強調されていたと思うんですけれども、そこのところが中心でどちらかというと読んでしまってたなと、まあ、読み方が浅かったということだと思いますけれども、そういう意味ではあの今加藤先生が言われた点ですね、これはその日本の議論としてですね、うん、強調しても、いいことですし、その点を前面に出して考えていくとかなりその議論も変わってくるというですね、いう可能性はあるんじゃないかと思いますね。で、まあ端的に言ってしまうと、先生さっきおっしゃった人間の尊厳を掲げていろんな介入を、いや良くないんじゃないかっていう考え方と、逆にその、まあ、なんていうかな、一個一個の、まあ苦しんでいる状況を見てですね、それは、先ほどのその、世代に伝えないで、まあ、包摂していくっていう考えも一つだし、それからいやとはいえこの苦しみは何とかっていう方もあってやってほしいという意見もあって、そういうレベルで人間の尊厳というかその、何を人類社会の中で価値を置いていく検討しているんだというのをもう少しこう、クローズアップして、その当事者にも迫りつつ考えなきゃいけないなと思いますね。だからそういう意味ではちょっと国の議論っていうのはなかなかその、専門家の議論っていうふうになっちゃって、ちょっとそこは日頃から物足りなく思ってて、どうやってこれを例えばナフィールドの、報告書が世界中の人が読むみたいな感じでもうちょっとこう読んでもらえるのかなって、まあ、その書き方の問題もあるけど、その位置づけの問題もあるなってちょっと感じてるんです、ね、それはまあ皆様にご意見いただきたいと思います。
で、まずそのお話があって、まあ、それが非常に印象に残ったわけですけれども、その後もですね、要するになかなか当事者として加藤先生なんかは、まあ、いろいろ関わっていらっしゃるんですけれども、当事者からすると不満足なところというかですね、世間の受け止め方で目立たなくなっている点というようなことを2回目の、香港のサミットについてもそういう点強調されて、それはやっぱりその実際に関わった方ならではのお話だな、そういう点で非常に勉強になりました。それで、全体としてみればですね、まあゲノム編集に関しては現状ではその、非常に慎重だけどもその余地を残すというかですね、そういうふうに、するのが一番じゃなかろうかというのが、それこそ加藤先生の立場なんで、あんまりその立場はこうだというような形は出さないようにということでお話されたと思うんですけども、でそのナフィールド のレポートに関してもですね、要するにイギリスだとそのかなりプラスやる方に傾いてるんじゃないかというような形で紹介されてきたものだけども、必ずしもそう言えないと。その前 の, そのアメリカのですね、NAST と NAM ですかが出したやつ、その前 の, その1回目のサミットと比べると明らかにその やる余地を強調するように読めるような形の、ものだったし、そういう形でもっぱらそこだけ強調されるような形で紹介されてきたと思うんですけども、それについても実はいやそうじゃなくて現実的にはほとんど不可能とやるとすればですねというようなことを加藤先生は、まあ強調されたと思うんですね。でただそのこちらがっていうか私なんかからすると果たしてそれで大丈夫かっていうのはやっぱり心配になっちゃうと。で例えばその今回そのハイジャックされちゃったというふうに言われてましたけれども、ああいう例がもう実際に起こっちゃうんですね。だからそういうものに対して、どうするのかといったときに、いろんな制限を加えて、考えていけば現実的にはほとんど不可能だよというふうに言ってるだけではやっぱり不十分で、現実的にどうやってその、逸脱、まあ法律を仮に作ったとしてもその逸脱を完全に防ぐというなくすということは、まあ、現状ではおそらく不可能だと思いますけれども、どういうその逸脱を、防ぐためにはですねどうしたらいいのかということで具体的に何か示さないといけない段階に来ていると。でそういう意味では、まあ、特に日本なんかの場合だとその法的な規制みたいなものですね、現実には考えざるを得ないと思いますね。だからそのWHO の、最新の動きもですね、非常に面白いお話伺えてよかったんですけれども、今のところはその これは質問なんですけど、WHO の場合は研究の現状を把握して、で、問題があれば何か警告を出すというような形なんですよね。とりあえずはその現状の、研究の現状を把握するというところに力点があるということなんでしょうか。そのあたり、はい、まあ、国際的一国だけでもですね法律作っても意味がないという、状況もありますけれども、そうした時にその国際的にどうするのかということで、条約なり何なりですね考えるという方向も可能性としてはあると思うんですけれども、そのあたりとその WHO の動きとの関連ですね、そのあたりどうなのかというのを、教えていただけたらというのが質問です。まあ、私の考え方としては、まあ法的な特に日本の場合臨床研究とその
実際の医療の窓の上で帰りみたいなものですね、あるというか、その統一した形で、規制するというとなかなか難しいというのが現状としてあるし、それから法的な規制に対する、抵抗というのが非常に強いというのはこれは否定できないと思いますね。だけども従来の、ガイドライン型の、規制というのはとても済まないんじゃないかと思って、そのあたりも、まあ、私としてはその法的な規制というのは少なくとも日本の場合は考えざるを得ないだろうと。で、そのあたりも含めてですね、その国際的な特に WHO の動きとの関連で実際 WHO はどういうところになっているのかというのを教えて。ありがとうございます。いくつかのコメントと質問をいただきました。ありがとうございます。まず大きく反応してみると、その心配であって、また中国のあの例のようなことが本当に起こらないか心配であるということをおっしゃって何かしないといけないんじゃないかということで質問を出されたと同時に、そのとにかく世界中で完全禁止にした方がいいということはおっしゃらなくてですね、その議論はいるというふうなことも結果的にはおっしゃっているのかなと思ってですね、でそのなかなかその各国ともそして日本も難しいところにいて、悪いことは起こってはいけない、しかしその理念も含めて、あるいは倫理的観点、あるいは哲学的社会的観点を含めて、この技術をどうするのか、全面禁止なのか、それとも、まあ、遠い将来かもしれないけど議論していってどこか穴を開けることがあるのか、そういう議論をどうするかっていう問題と別の2つの問題があると私は捉えていて、で私は当然こういうさまざまなことに関わっている人間としては両方のことを、まあ、日本は責任を持ってやらないといけないという立場なんですね。で、ちょっとその2つ目に話したらどうするかって話をちょっと横に置いて、まずその1つ目の、こんなことが中国で起こってしまった、じゃあ同じことが日本で起こらないようにどうするか、あるいは世界各国で起こらないようにどうするかという問題に関して質問に対してお答えする形で、コメントさせていただくと、私自身もですね確かに非常に心配だと思っています。で一つはやはりこのゲノム編集クリスパーキャストを使った操作というのがあまりにも簡単で、それで、安価であるから手に入れたものがやろうと思うと結構やれてしまうようなものであると。だからこれはクローンとは全く違うと思ってまして、クローンは過去移植をやらないといけなくて、その確率があまりにも低く、違う技術も格段にどこでも使えうる技術だということを認識しないといけない。だからやはり心配は正しい指摘だと思います。 では具体的に何を示さないといけないのか、示せるのかという議論なんですが、やはり条約というのは簡単にできないだろうなと私は思っていて、結構条文にする内容をいろんなところが合意しないといけないので、やはり、その結局は各国の規制と、それから WHO の、まあ、WHO という組織による、組織としての規制ですねの2本立てを各国は議論すべきだろうなと思っています。で、日本に関して先に申し上げると、やはり何らかの法的規制はあってもいいだろうなと、あってもいいだろうなというのは、そのつまり愛にいるいるっていうと、こう単純にできちゃうと逆にまずいかもしれないというのは、すごく細部に関して禁止あるいは OK というのを作る法律ができて10年間動かせないっていうのはやはり私は良くないと思っているので、基本的なことを入れた、まあ、理念も含めたものを入れた基本法みたいなのを作って、そのもとに指針を置くというような形でやるといいのじゃないかなと思っています。でそういうのが、まあその両者に何を入れるかがすごい大事なんで、やはり慎重にいろいろ関係者が議論してやることで、まあ、いいものを、まあ、しかし早く作るというのは、まあ、ちょっと言い切ってしまうといるかなとは思っています。ただ同時にですね、 WHO が先ほどもいくつか申し上げたように、
WHO の、 ネットワークでですね、臨床研究あるいはその一範囲の研究は絶対に WHO に登録しないといけないと、それは各国の厚生省は絶対に言うことを聞くようにというのは、例えばその感染症が本当にエボラとか本当に深刻な感染症の世界はそのモニタリングシステムを持っているわけで、それは守らない国はもう WHO の仲間じゃないわけですよね。そのレベルでもってぐらいゲノム編集というのは大きな問題なので、各国 の、 その規制当局はそうしろと、もうしろでいいと思うんですね、WHO は。でそれが今回言って強く思ったことで、もしかするとうまくいくんじゃないかなと思いました。ますます小さな国に対してうまくいくんじゃないかと思いました。だからそれは期待しています。で、もうちょっと言いたいことあるけど、とりあえずお答えするとそういう感じです。今の点ですけど、その日本の場合はどうなんですかね。その小さな国に対しては可能だっていうお話でしたけど、はいはい、日本の場合その WHO はですね、はい、例えばそのやらんとダメだと、その、全部登録しないとダメだと言った場合ですね、はい、私はやってくれると期待しています。やってくださると期待しています。うまいですどう言ったらいいだろう。せめて2000本調査会も文部科学省と厚生労働省の方は必ず陪席してるし、それは事務局、内閣府の事務局と同じぐらい、2つの省はこのゲノム編集の問題に関しては勉強していろいろ、例えば文科部室長がフォーマルな会議の上で発言する担当だったりしますし、だから例の人の肺を使ってわずかに今回ゴーサインをした生殖細胞生殖、生殖医療のための目的の基礎研究であればやってもいいという指針ができたんですけど、それは4月1日に施行されるんですが、それはもう文科省がちゃんと責任を持って説明してますから、だから完全に省が対応していて、私がこう WHO に言っていることはみんな知っているの で、 でそこがやっぱり僕自身は WHO の位置づけがこんなに世界中で重たいんだなということを感じている一つの理由です、はい、あまり細かいことを言う立場にまだないんだけど、WHO が動いて僕が言っているということを各省の方も気にしています。先生もスライドでちょっと言われてましたけど、その臨床研究とそれから、実際の研究の場面じゃなくて、はい、その医療の場面ですよね。はい、でその今言われたようなところ、研究の場面では聞くと思うんですけど、レジストリーは研究です。でそうじゃない場合が日本の場合は、はい、非常に心配で、さっきちょっと資料がついてるってこと言われた、そのいわゆる新型出生前診断の場合でもですね、あれ見てもその臨床の 現場でやってることと、そのガイドラインが求めてるようなことと、はい、すごく乖があるんです、起こるような形で日本進んじゃってるんですよね。だからそういう場合に私たちその、文科省とか厚労省のそういうことですか、ね、だからそれはよく分かるんですけども、はい、臨床研究ということで言うと、おそらく問題が起こることはほとんどないんだろう。それを申し上げました。むしろ問題は先生もそのスライドで、はい、指摘されていた場面なんで、そのあたりどうしたらいいかということを考える必要もあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、だからそれは大きな意味で言うと、その1点目に申し上げた、まあ、1点目というと日本としても法律が何らかの形でいるんじゃないかなというのはそういう意味です。そこも含めては、はい、そこまでうまくいくかは、そのね、生殖補助医療系はいろいろいろんな意見がありますし、なかなか難しいので、ただゲノム編集に絞ってその法律をうまくまずは使
行ってほしいというのが私の気持ちではあります。それできるかどうかはちょっとその師匠の方とかそれから関係のねいろいろいっぱいあるじゃないですか、はい、だから いらないとは申し上げてなくて、 WHO はこうぐっと研究が抑えて、で当然ゲノム編集のような非常にややこしいややこしいというか安全性が確実しないものは研究から始めないとダメだよっていうことをあの WHO が証明することによって、医療側に対しても理念としてこうまず影響を与え、勝手に医療でやっていいでしょっていう人はとんでもないっていう雰囲気を世界で作っておいて、でけれども当然あの本当に悪い人がやっちゃうんで、それは法律で各国はどうするかを考えると、あ両方から押されたりと、まあ、DIY Do it yourself Do it yourself DIY bio と言われていて、まあ、あの自分と書斎とかガレージとか、その割と簡単なキットを買ってきて、それであのクリスパーキャス9を注文して取り寄せて、それであのやってしまうということができるわけですか。できますね。それで例えば筋肉増強したい自分の、その場合にそれをいやもうすでにしてるんじゃないかという話もある、うん、あるわけですけども、あのもしそういうことがあるとすると、これはあの登録とかそういう問題じゃないというのが今の話ですね。でまああの賀建圭さんも、まあ、あの善意で、ね、あれはまあ研究的な野心があったのでかなり精密にやったんだけども、あのむしろその臨床的な関心からこの人を助けてあげたいというために、この報告せずにやってしまうということもあり得るわけですよね。まあ、うん、まあそうなるとそこはまあ法律によって、法律でも見つけなければしょうがないんだけど、あの、うん、規制するしかないというそういうことになりますよね。そういうことでよろしいですか。今のあの川さんの質問はちょっとそこのところと変わってるかなと思います。どっちに触れていくか。それまずは川さん。僕はですか。いやまあ、さっきから どう答えられたと思うんだけど、多分あのそれはね、あのあまず、できますかっていうことに関しては、やはり赤ん坊を作るっていうのはそう簡単ではないと思いますね。それはあの売っちゃうっていうのは確かにできるようには思いますね。だからそういういろんなこう個別のこともちゃんと見ながら議論したいところなんですけど、でもどう答えかなと思った時にですね、結局あの一般化すると怒られるかもしれないですけども、科学技術 あのいろんなことっていうのはやはりあの手に入るものが入るので、それは何て言うかな、その社会の中でその DIY のようなものをあの、まあ、基本的には許しているところが多いわけですけど、じゃあどういうふうに許すかっていうのをやっぱりもうちょっと一般論として議論して、その中にゲノム編集技術があるよと分かった上で一般論として議論して、まあ、例えば今でもあの、個々の個人個人のゲノム のほとんど全ゲノムを読めるような小さなこうなんか iPhone につなげるようなミニオンやったっけな、ないようにやったっけな、そんなのも出てくる、その個人の遺伝情報読めちゃうじゃないですかっていう、そういう話で、でもそれはそれがあるからあのネットより突然の感染症が起こらないかってモニターをするのに使えたりしますね。でじゃあそれが DIY に移っていった時にあの何をやっていいのかっていうような風に議論しておかないと、結局その個々の議論について技術を追っかけるっていうのをやっててもなかなかうまくいかないなと思います。で法律作るのもだから本当に追っかけるっていう意味もあるけれども、社会はこういうことを決めたっていうことをやっぱりあの社会全体にこうあまねくメッセージとして出すっていうのがあって、だからその意味では人ゲノム編集に関していい加減な形でやってはいけない、その体細胞のエンハンスメントは全然議論されていいという議論があるわけじゃないっていうのをまずメッセージとして出してですね、だからそれが DIY を抑えるっていうのを、そこはソフトな抑え方なんだけど、だけど
その社会のいろんなツールを、はい、多様に使うことが大事だと、うん、答えになってないかもしれないけど、これはその科学技術と社会ってことを考えてもらった天橋さんに伺っていたと思うんですけど、そういうふうに社会的に規制しなければならない技術というと、まあ、それ誰でもできるからというね、まあ、核は簡単にできないから、まあ、おのずから規制ができるものだったと思うんですけども、これまでに、まあ、これ人じゃなくって動植物だと、まあ、今度 のゲノム編集だといくらでもできるわけですよね。それについてはその辺はどうなってますでしょうかね。本当に加藤先生みたいな、まあ、こういう言い方すると失礼かもしれないんですけど、良心的な方が本当に研究者の中で多数派になればすごくいいなと思うんですけども、今の研究者ってそういうレベルではないっていうのがまず一つ、まあ、感じることなんですけども、まず、まず法的にどうかっていうことがまず一つあったと思うんですけど、法律の場合ですね、今例えば農作物のあるいはその環境への影響というのはいわゆるカルタヘナ法ですよね。生物多様性条約カルタヘナ法があって、まあ、それに基づいて環境省や農水省がこのゲノム編集についてどうするかっていう議論を進めてきたんですね。それから食べ物に関しては厚労省、これが食品衛生法の中で、まあ、どういうふうに扱うかっていうのを決めてきたわけですね。でこの両方ともですね、実はまあ、いわゆる従来の遺伝子組み換えの規制とどう違うのかっていう出発点から議論して、結局遺伝子組み換え技術よりも一層、まあ、規制を緩和した形で決着つけるということをやったわけです。でこれに対してやはり一般の市民からはもう相当なブーイングが今出てるわけなんですけれども、まあ、言ってますと、そこに出てきた専門家の方、特に厚労省はひどかったんですけども、まあ、いわゆるゲノム編集っていうのは従来の突然変異と変わらないよっていう主張をですね、ずっと繰り返し繰り返し言い続けたわけですね。まあ、それによってこういうふうに規制がほとんどされないような状態で言ってしまった。でこのいわゆる人間人への応用の問題の場合ですね、今ゲノム編集に関しては指針でなわけですけれども、法律的なこの生殖細胞に関する法律っていうと、ヒトクローン規制法しかないわけですよね。でこの法律に基づいて、このいわゆるこのヒトゲノム、ゲノム編集が、まあ、対応できるかって全くできないわけですよね。まあ、それで指針になっているわけですけども、で問題はその例えば今法律でどうのこうのっていう前の段階としてですね、このヒトクローンの規制法で今回動物性集合肺の応用を認めたわけですよね。で今までは動物性集合肺、いわゆる人と人間と そのいわゆる集合肺なわけですから、人の細胞と動物の肺、いわゆる肺を、まあ、混合するってことは、まあ、言ってみますとある意味じゃタブーに踏み込むことになるわけですけども、まあ、これを基礎研究に限って容認するという形で取ってたのがですね、今回実際に子供を誕生させていいよっていう形に踏み込んでるわけですよ。でこれはやはり大きな踏み込みだと思うんですけども、まあ、こういうやり方やってる限りはですね、やっぱり、一般の市民からはですね、何を言おうとですね、やっぱり何をやっても結局は前に進めるだけになっちゃうんじゃないのっていう、そういうふうな不信感というのはですね、もう絶対に拭えないと思うんですね。で、これがやっぱり大きな問題だと思ってます。で国際条約ではどうなのか。で国際条約の場合、例えば私も今コーデックスというですね、WHO と FAO の、まあ、いわゆる国際組織 その、審議会に出てるんですけども、でいろいろ私一人が文句言ってるような感じになってるんですけども、ああいう国際条約と日本政府の対応ってどうなのか。
で結局日本政府、まあ、私例えばですねこういう質問をするとですね、例えばこれはこの規制に関しては国際条約と日本のその政策っていうのは合ってるんですかっていう話をすると、要するに日本は日本独自の決められる内容で決めればいいんだっていうですね、そういうところがあるんですよ。ですから国際条約でこういうふうに決まりましたよって言っても、結局日本政府がそれに従う必要はないんだみたいなところがありまして、でもちろんそれの裏付けというのは必要なわけですけれども、裏付けのある限りはそれ独自の方針でいいですよっていう形になってるんですね、国際条約に関しても。まあ、ですからそういう意味ではですね、こういう問題っていうのはある意味ではですね、ゲノム編集を人の受精卵肺に適用するようなこういうものっていうのはある意味では入り口で抑えないとですね、そのずり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 いってしまう可能性があるんですね。で、そういう点ではですね、やはり基礎研究に限って容認するという形は私はものすごく危険なところがあるような気がするんですね。でやっぱりもっと踏み込んで、やっぱり相当強い形で規制をかけないとですね、やっぱりどんどん応用化してですね、やがて今回の動物性集合肺のように応用も結構ですよみたいな話になってきてしまう、そういう危険性をやっぱはらんでるんじゃないかなって気がするんですね。はい、動物性集合肺っていうのは動物の受精卵の中に人の ES 細胞でしょうか、 iPS 細胞でしょうかね、まあ、そういうのを入れると、そうしますと目標としてはこれ、6月8日にその話をやることになっております。ゲノム問題検討会、中内先生、それをまさに今進めている日本とアメリカを一気しながらやってますが、要するに豚の体の中に人間の臓器を作ると、まあ膵臓とか心臓でしょうかねを作るというふうな研究です。でつまりそれは豚人間みたいな存在ができるということになるわけですが、それが大丈夫なのというそういうことをやってもいいものっていうのをおそらくほとんど日本では議論しないで、まあアメリカではそういう議論をやってますけれども、その議論を人類社会が認知してるかっていうとあんまり認知してない人類社会の問題だと思いますね。豚と人間の間、豚の中に人間が部分的に入ってるという、こういうこれがまあそれで人間の臓器を作る、こういうことをやっていいというのをあまり考えないうちに決めてしまっているということですね。こういうのはどういうことだろうということで、まあ今まではなんかそこに根本的な問題があるからというので抑えていた、その抑えていたのをできるようになったというので開けちゃうという、こういうふうになっている。これは今ゲノム編集についても今はやりませんと、今はいけませんと、で今はその段階じゃありません、なのにやっちゃいましたというので非難されているわけですが、じゃあいつだろうというですね、できるようになりました、安全にできるようになりましたとなると、じゃあやりましょうと、まあそういうことになる可能性が非常に高いという、まあ大体そういう趣旨のご発言だったと思うんですけれども、私も その通りじゃないかと思っておりますが、そのあたりはいかがでしょうか。はい、まあ確かにそのおっしゃることは分かるというか、動物性障害はですね、私も委員の一人でいくつかの文書があったはずで、なかなかこう、まあ、すいませんね、特殊な話なので理解されにくいし、それに 何に役立つのかっていうのも非常に特殊な話がいっぱいあってですね、単に豚の体の中で膵臓を作って移植するっていうことばかりじゃなくてですね、いろんな議論があったっていうのを私は記憶しております。で、まあ、中井先生は
臓器移植のための臓器を作りたいって結構思ってる言ってる。でもそれだけ聞くとなんか本当に豚の中に人間の臓器がっていうことだけになっちゃうんだけど、なかなかそこは私もさっきから話して同じこと言ってるかもしれませんが辛いというか、私が思ってたのを一つ具体的に申し上げて、別にそれはだから許しなさいって言ってるじゃないんですけども、私もともと専門が近いものですから、豚の例えば豚の体内に小さな部分だけある人間の臓器ができたとしてですね、そうするとそこで薬の研究ができると、その臓器に対してで、ある代謝系統がうまくいってない時にこの検査をしてですね、そうするとその代謝くるくる回るとかいうことをしたり、あるいはすいません、もっと次しゃべり始めると踏み込んでいると、iPS 細胞で病気の方の iPS 細胞を使ってその豚の体内にある病気の方の膵臓が再現できると、その病気の膵臓を豚の体内でどうやって治したらいいかっていう研究ができる、薬をかけることもあるだろうし、もしかしたら他のこともあるかもしれない、ヘッドセットで、それモデル動物という表現を当時したんですけども、そんなのあるんですね。で だから全面 OK しなさいって私言ってるつもりはないんですけども、まあ、少なくともでもじゃあお前どう思うんやっていうことをおっしゃるのであれば、私はそういったさまざまな目的をリスクと、まあ、ベネフィットを考えた時には研究としては許してもいいんじゃないかなというので、まあ、自分のスタンスは明確に持ちながら会議には参加していました。だけど浜田さんのおっしゃることは非常によくわかる、それは理解されてないし、そもそもそれが私の言ったことも含めていいのかっていう議論はまだ十分尽くされてないと感じながら、まあ、政府の委員をやっていた。でゲノム編集の話も同じで、その一肺の基礎研究だけならいいじゃないかという議論で、まあ、いくつかのところは国は動きていますし、日本もその一つだけれども、じゃあそういうふうに人の肺を研究使うということに関して広く人々が議論したかというと、やっぱりそこまでできてないので、どうしたものかなというのは私はフラストレーションは感じております。で、ないものねだりを言うのであれば、ナフィールカウンセルやそのナショナルアカデミーアメリカみたいにパワーのある組織があって、そこがタウンミーティングみたいなのをもっとやるとか、いろんな違う意見のオピニオンのレポートを出すとか、そういうのが日本でないから、まあ、ますます状況は国がやっている。で、他の人は国だけが決めてっていう、そういう構図ができているのは、すいません、無責任な言い方かもしれませんが、良くないと思っています。はい、だから同じく悩みじゃないですけど、でも僕も決定に参加しているので、もちろん責任あると思っています。それぐらい。岡川さんご意見ですか、じゃないですか、なんか。いや、いろいろあるけど。ですね。どうしましょう。集合肺の話について言うと、最近もあるところから調べたんですけども、まあ、番組作る。作り方どういう作り方かというと、ずっとその臓器移植に関わってこられた方が、まあ、その動物に、豚さんに、臓器作らせてそれを移植するっていう話で、日本の臓器移植が足りないっていう話でワンセットで、作られていて、でそこに、反対意見を言ってる人いるよみたいなんでちょっと取材になったということがあったんですけども、もうそのこのゲノム編集でもそういうところが、あると思うんですけど、そのなかなか反論がしにくいところ、例えばその、うん、悩んでる人がいて、で実際にその人を救ってあげられそうな手段があるといった時ですね、そういうのに真っ向から反対するっていうのはなかなか言いにくいんですよ。でそういう問題設定を作っておいて、でそれ以外のものもこう OK にするような形がどうも見えるというですね、だからそういう点でその
議論の進め方っていうか、ちょっとその、まあ、あの加藤先生はそれ以外の例えば豚さんの、豚人間とか言ってるだけじゃダメで、その豚人間って言ってもその同期職業だけじゃなくて、その薬理的なその基準とかですね、そういうのを調べる場合でもっていう、その研究者の側としてはそういうのが出てこない、よくわかるんですけど、まあ、だからそういうことを含めて、本当は議論する必要があると思うんですけど、もう一定の路線でその、非常に重い病気があって治せるかもしれないということが大体突破口になっててですね、でそこからもう、そこをやればもう誰も反論できないというような、そういう形で議論が作られているという点では、その集合肺の問題とこのゲノム編集の問題と似たところなんじゃないか、あの体細胞とそれからあの生殖細胞系列の話で言うとですね、あの第1回のサミットの時に、要するに生殖細胞についての研究の余地は残すっていう形の結論になったんですよ。だからそれに対して体細胞系列でゲノム編集をやってるあのグループの中にですね、あの生殖細胞はもう一切禁止して、で体細胞だけでできると、そういうことを主張してる、あの実際にその、体細胞系列のゲノム編集で、まあ、薬というかですね、まあ、治すようなことを考えてるグループいたわけですね。でそれはあの、少数派ということだったんでしょうけど、そういうのを抑えられちゃって、生殖細胞を研究しないといけないんだというような話になってるけど、現状として考えた場合に、体細胞のゲノム編集だけで、ダメだというふうに言えない、うんと特殊な例ですね、そのフィールドの場合もそうかもしれないけども、そういううんと特殊な例を挙げないといけないぐらい限定されていて、それが果たしてそのそれを突破口にして、その生殖細胞についてゲノム編集をする理屈なのかというと、現状では私自身はかなり怪しいんじゃないかというふうに実は思ってます。だから、その同じロジックというか、その難病の例を出されるということで話が進んでいくと、でそれがまあ顧問様のそのどこか意識かなんか知りませんけども、そういう形で議論が進んでいくっていうのは、その集合肺のものが全く同じで、なんかあのそのあり方自体ですね、問題含んでるんじゃないかという、それはあの、否定的に考えすぎだというふうに言われるかもしれませんけども、そういう感じも、あの特にテレビでそのインタビューの依頼を受けると先生しんどいでしょうねと思います。あのちょっと私言葉が多いんですけど、よかったら皆さん、あの先々週私 NHK ラジオの朝の6時40分からに出たんですよ。でその時になかなかキャスターの人が面白い人でうまく誘導していただいて、私はその治療をすることだけを考えてゲノム編集技術の使い方を考えるのはダメだと言ったんです。そうじゃなくて、あのどういう状態を私たちは社会として目指していて、それでその健康とは何か、医療病気とは何かっていうことを、あのちょっと抽象的ですけど、単に注釈をつけて哲学的な視点も含めて議論をする場がちゃんとあって、その中で、まあ、この病気は治すっていうようなディシジョンがなされたらいいっていうところを言いたくて、最後の2分ぐらい、たった全部で9分の番組に出たんですね。よかったらその私のホームページでも出るし、それから NHK ラジオで6時40分からなんか社会の視点、私のなんとかっていうやつがあります。で申し上げたいことは、本当にその香川先生おっしゃる通りで、こう目の前に苦しんでいる患者さんがいるから治すっていう、そこから社会全体のディシジョンにそこだけでつなげるのはやっぱりまずいと思います。それはあの例えばじゃあ順番に治すにしても、その6000か7000ある遺伝病全部いきなり治せないです。希少疾患がその半分ぐらいが遺伝性かな。
だから遺伝性はもうちょっと少ないですけど、それも数千あって、それ一気にせーのでできないんで、順番がつくと。そう苦しむ続ける人はいっぱいいるし、それからあと、生まれた瞬間に、親が病気じゃないのに生まれる子供がいるわけ。だから、私は絶対にその包摂っていうことを考えなくちゃいけなくて、でそれは障害者の問題で、私たちは社会としてずっと考えてくれることだし、それはサミットでも何百も出てくる話で考えてくれる。だからそれはすごく大事な点だと私は思っています。だからそれはもっぺんこうお二人振っちゃって申し訳ないんだけど、やはりそこら辺の議論が弱いのはやっぱり日本の地の貧困というような言い方を僕ははっきりとしちゃっててですね、人文社会系がもっともっと前に出てきてほしいなとずっと思っている。人文社会、私人文学研究所に10年置いたんでですね、こんな優秀なこの僕の周りにいるその人文系の人たちがもっと活躍してくれないなってまあ言うと怒られるけど、まあそんなことです。それでまあ天笠さんもおっしゃったどうせどんどんやるに違いないから、だから今一杯の基礎研究をブロックすべきだという議論に関してですけども、それも一つの考えだと私は思います。ただ残念ながらそのやるって決めた国はそうはあんまなってないですね。でじゃあその止めた時に何が起こり、ちょっとやった時に何が起こり、でそのニーズはどこにありっていうのを私はやっぱり要するに滑り坂理論で先のことまでっていうだけじゃなくて、目の前でそれをブロックすることについて の良いことなのか、それともブロックしない方がいいのかっていう議論はやっぱり僕はもうちょっと深くやってほしいなっていうのが、まあそうすると推進派だとおっしゃるかもしれないけど、印象としてはあります。ちょっと ふわりとした意見申し訳ない。はい、いや私はそこまでは言ってないんですけども、一つはですね、例えば臓器移植の問題が起きた時にですね、まあ、例えば理想的な形で臓器移植が行われるっていうか、まあ、言ってますと、きちっと提供する側がいて受け取る側が、まあ、ちゃんと行われるということが前提としましても、例えばそこで障害者の人たちが提起したのは、私たちがやっぱり臓器をもし移植されるような側に立った時に、その臓器が提供されるのは最後になるでしょうってい いう議論なんですよ。ですからそういういわゆる命の選別っていう問題が必ずあると。で今おっしゃられた通りなんですけども、まあ、そういうことを含めてこの例えば、まあ、ゲノム編集の問題においても、こういう、まあ、いわゆる生命を操作するようなこういう医療なりこういう問題点っていうのは必ず命の選別、いわゆる差がいろいろな形でランクがつけられてしまう。でそれについてどう考えるのかっていうのはやっぱり障害者の方たちは必ず提起してるわけです。でこれは私たちが今私たちも今ずっとこの問題っていうのは障害者の人たちと議論してる、議論っていうかずっと一緒に取り組んでるわけなんですけれども、やっぱり専門家の方々が考える以上にやっぱり敏感です。ですからそういうことをやっぱりぜひともですね、この問題についてやっぱり、まあ、なんていうんですかね、やっぱり、議論の中に入れてほしいんですよね、うん、ということなんですね。はい、ぜひやりたいですね。はい、まあ、加藤先生の議論の中で短いタイムスパンの問題と長期的なスパンの問題があるということがありましたね。先ほどの動物性集合肺でもとりあえず今回はこういう研究をしますということで認めたということなんですが、じゃあ動物性集合肺でもっと違うことをやろうとした時にですね、ここは危ないということはないのかという問題があります。これは一緒に参加した上広の会議でもそういう議論が出てました。例えばその神経細胞脳に関わるようなことをに及んだ場合はどうなのかというようなことをアメリカでは議論してますよね。
それで、あるいは体の中 の, 何パーセントぐらいまでならいいのかとかですね、うん、まあ、つまり、どこかに限界がある、そのことを抜きにして、今その目の前のことをあれし問題にするだけでいいのかという、まあ、私はそれが非常に疑問で、これは滑り坂、脳機能をするときには必ずそういうことになるわけで、まあ、目の前の、ね、先ほどの香川さん の, 取材の話ですが、こういう人がいたらこれはやっていいんでしょうっていう、その議論と違う資格、これはやっぱり長期的なロングスパン の, 影響は何なのかということを考えなきゃならない。で、その先ほどの第1回サミットの3456はロングスパンの問題ですよね。つまりこれは将来世代への責任ということであって、まあ人間の尊厳ということは常に問題だと思うしね、今の命の選別なんてことは人間の尊厳の問題ということと深く関わってますから、それと少し違うこの将来世代の責任、これがどうもですね、その第1回サミットでも第2回サミットでも、あるいは WHO でもそこまで視野がいってないような気がするんですね。それからシャルパティエとか何人かの人たちがモラトリアムという提案をしてますね。例えば5年間の間は受精卵の、この臨床研究はやらないというふうなことを言ってますが、これについてもいろいろ批判もありあると思うので、その辺の議論ももしご存知だったら教えていただきたいんですが、モラトリアムというのはいつか開けるということになっているので、原理的な問題はその間に考えるということならいいんだけれども、そのあたりのことがですね、どうも、日本の生命的専門調査会はもちろんそうだしもちろんと言ったら申し訳ないですか、そうだし、その世界の第1回第2回サミットでもね、一応上げてるけれども、そこのところはなんか素通りして上げてるだけという感じで、そのやっぱりここから先はしちゃいけない領域があるということは私は明らかだと思うんですね。ですので、それを考えるこう、場を設けなきゃいけない、まあ、私としては要するに原則禁止です、長期的には。だけれども、その特定の遺伝系の難病というのかな、そういうものについては認めるというふうな形で、この門を開けていくというか、こういうことしか解決はないんじゃないかというふうに思うんですけれども、このあたりはいかがでしょうかね。はい、まあ、何もかも難しい話なんですけど、2つぐらいあって、2つ目がモラトリアムの話、1つ目が、分けて考えた時の将来のことをどう考えるかという話だと思うんですけども、つい内部のねだりを言うからまずいんですが、やはりもちろん私自身も日本のいろんな会議に参加していて、こう継続的議論ができないなと、どうしても決めたらとりあえずそこで一つ終わりと、で別の問題がまた出てくると。だからよく最近私こう自分は出自からして別に倫理の専門家になろうと思って今大学の教員やってるわけじゃないので、いろんな方向のことを考えたいと思いながら、まあ、雑だけでやってるところがあって、それにもかかわらず、かつて一緒に実験をしていた時の先生とか前後の先輩後輩とか、最近は生命倫理がとても大事になってきましたねっていうのをわざわざ年賀状でこう複数の人一人じゃなくてねもらったりするんですね。でいろんなところでそう言われになってて、でそれは私としては非常に印象深いことでして、この1年はもちろんその ドクターフーの話が関係してる。で
だから何を申し上げたいかというと、長期の先生がおっしゃるいろんな問題が、神経はもしやっちゃったらどうするの、一応日本ゴーサイン出したけど、ここは絶対ダメだよね、そういうふうにしてこれからあの指針は使っていかないといけないよねっていう話をですね、やっぱりずっと議論しないといけないと思うんですよ。それの割にやっぱりリソースが少なすぎてですね、で例えば日本の国立の医学部、国立大学の医学部には当然医療倫理からこういうカッティングエッジの倫理から全部考えないといけない、だけどそういう研究室はない。大阪大学はなぜあるかというと、それは尾形中川その辺の伝統があるのでフル講座なんですよ、うちは。すごいことなんですけど、だから他なかなかない。でこれまずい状態で、ちょっと話をずらしているところがありますけれども、私はそういうことをやって、事務社会の方も例えば社会学哲学の方がそのメインストリームを走りながらまた考えるという、そういう日本中でそれを検討する必要がある。そうした時にもう少しこうメリハリがついた、ここはいいかもしれない、ここはダメっていうのが見えてくる。とはいえ、その三学会、哲学倫理宗教の学会が出されたこの文章を今日ようやく全部上から下まで頭に入れる形で読ませていただいて、将来あり得るとしてもこれはごく狭い例外的な場合に限られなくてはならないでしょうと、これ入ってるんですね。これでだからそれは皆さんやはりかなり客観的にいろいろ考えられて、でその議論が当然あった上でのこのこととして書かれたと思うんですよ。だからそれは私たちはもう全員を総出でやらないといけない。でモラトリアムの件ですけれども、WHO はその記者会見で主査が話題になった時に、安易なモラトリアムは意味がないと、具体的手法を持ってないと、でだから私たちはモラトリアムを言わなかった、今回の会議の最後に。 で2年間かけて議論した時に WHO から全国190カ国に対して、全世界とりあえずモラトリアムって言うかもしれないですね、多分もっと効率よくパワーを持ってる。でもその議論をするのが今でやるっていうふうに言いました。だから1週間前、数日前にシャルパンティエとかがモラトリアム出したんだけど、あれはまあああいう立場だから出せる、 WHO が出すっていうのが今違ってて、そのために委員会が始まったっていう、そうなの で日本としてはやはりモラトリアムかどうかというよりはもっと中身の議論をまずやらないといけないなと思います。はい、はい、ありがとうございました。川さん、大橋さん、何か付け加えるのでありますけど、少しこのフロアの方々がうずうずしていらっしゃる方もいらっしゃるような気もしないではないので少し開けたいと思いますが、いかがでございましょうか。はい、ご説明ありがとうございました。お聞きしている中でやっぱりその各国ともですね、疑心暗鬼になってるんじゃないかと、要するにこの間の中国の問題じゃないですけども、できることをできるわけですから、あとはやるかどうかの問題で、まあ、万有を振るってやったのか、それとも国がバックについてたかどうかはそれは分かりませんけれども、 ちゃんとしたこの国際的なルールがなければね、どこがやっちゃうか分かんない、やった方が勝ちだっていうことになると、みんな疑心暗鬼になってしまうじゃないかというのが一つ思うことです。それで先ほど加藤先生から WHO にその登録制みたいなことを考えてらっしゃるということで、大変結構なことだと思うし、それがまあ第一歩なのかもしれないんですが、その時に WHO っていうのは国連の機関ですから、 WHO が勝手にですね、これ今日から登録制にしますというんですぐ効果出るんですか、それとも国連の機関としてですね、例えばその拒否権をどこの国がやるか知りませんけども、拒否権を行使するっていうようなことでできなくなるっていうようなことがあるのかどうか、ちょっと WHO のその統制についてちょっとどのくらいの権限でもってできるのかお尋ねしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと多分今日の時点では WHO がやろうとしていることがどれぐらいきっちりと世界に使われた守られるかというと、それは相当具体的なことなので、うん、私もその分からないというのが、まあ、正直な答えです。で先ほどは希望を述べた何回か、うん、
WHO だからできると思うと、例えば記者会見でも、まあ、記者会見に出たのは座長だけなんです、座長と WHO スタッフだけなんですが、あの We are positioned uniquely やったけな、その特別な場所立ち位置に WHO 置かれているって何度も言っているんですよ。だからイメージがあって喋ってると思うんですが、でもじゃあ言うこと聞かない国が出るかどうか、これはまあユネスコなんかでも結構ありますよね、言うこと聞いてない国が。だから WHO もその可能性がないとは言えない、ただ印象だけで、今日の個人的印象だけだと理解していただきたいんですけれども、あの WHO はやはり感染症の問題が一番あの最も激しい問題だから、これは抜けがけされるとこう感染症のこう感染した人をトラックできない、かけられない、これはやはりスピリットとしては世界が世界のために働くというスピリットを WHO は他の国連のいろんなものよりは持ってるんじゃないかなと、私は期待も含めて思っています。それはもうこれから1年半ぜひあのウォッチしていただきたい。どうもありがとうございます。この辺りは、アボガシさんもあのいろいろご経験がおありだと思いますが、まずあの、WHO が何ができるかといったときに、あの、まあ、WHO の、まあ、国連 の、 あの基本的な考え方っていうのは全会一致方式なんですね。で、そうしますと、あの、いろんな利害がですね、あの絡んでくるので、結局妥協の産物になってしまうんですよ。これまでもあの WHO があの決めてきたことっていうのは、まあ、あのいわゆる国際社会でもこういうあの いろいろ取り決めを行おうとする場合にはあのやっぱり妥協の産物になってしまいまして、まあ、ある意味じゃあのもう、なんていうんですかね、あの、まあ、中途半端というか、だから私としては WHO に何か期待できるかって言ったら期待できないというのがあの正直なところです。でこれは私自身 WHO の、まあ、一応あの国際会議の協議会国内協議会に入ってて、つくづくと感じるところであります。はい、あまり明るくない話になってますが、他にいかがでしょうか。あの中国の例というのは、はい、一つのケーススタディとして重要な問題を持っているんだと思いますが、これについてのきちっとした調査というか、そういうことの追求というのはないんですか。要するにその全体として哲学的に、あるいは人文として考えなきゃいけないというのは、それはそれでわかるんです。ですけども、具体的なこれだけの、だからあれはもう論外のあのケースだからして、そのままなんかそれでおしまいになっちゃうだけなの。そのマスコミの話題になったらそれでおしまいなんですか。そこのところをもっと本当にきちっとその背景なり何なり全部ずっとこうやってその追求するプロジェクトっていうのはないものなんですか。ありが、私ですね、やっぱり。ありがとうございます。あのちょっと逆に教えていただきたくて、誰が何をすることを先生はまず要求されますか。だからあの今の問題について、例えば要するにその臓器移植的に何度もそうだけども、いろんな倫理会的にやりますね。でもそれはちゃんと具体的になんかやっぱりちゃんと調べなきゃいけないんでしょ、事実として何が起こって、はい、でそのどんなことがあったんですかっていうのことについて、はい、やっぱやらないと、これだけの重要なそのケーススタディとしていいその例があるのにね、それはしなくていいんですか。いや、しないといけないとして、誰に何をしようと。いや、だからどういうの考えでしょうかって、その辺は誰がどういうふうに組織するかっていう問題はあるかもしれません。はい、でもその要するにサミットであんなにこう世界に集まったというけども、その要するにそれでおしまいなんですか。はい、短いアンサーとしては、答えとしては全然良いと思っていません。で、歯がゆいことにうまくあの調査が出てこないんです。でとサミットは彼を登壇させたので、いろいろ批判を受けていて、最初から喋ることを分かってんだっただろうと。で、私が知る限りは
彼が何か怪しいことをやってるかもしれないということはアメリカを中心に何人かの人は知ってたみたいですが、あそこであんなふうに派手に喋るだろうとは誰も思ってなかったというのが私の理解です。でどちらかというと基礎研究を話すだろうということで基礎研究のセッションに彼は入っていました。ところがあんなことになっちゃった。で当然サミットの組織委員会は、非常にショックを受け、まあそういう言葉はあまり使わないけれども憤慨していて、で、中国のメンバーがいるの でその人たちは国に結構つながっているのでぜひちゃんと報告を出すようにということで終わった後の電話会議なんかでも、まあ、名指しでももういいと思うんですがダンキン・ペイさんというのが組織委員会のメンバーで彼は科学者でありながら、まあ、こういうことをやる人 でペイさんにしっかり抑えてもらおうという話をしてます。ところが出てきたのがあの州の報告書とそれから次の規制のドラフトだけでともっと細かいフォーマルなものが欲しいんだけれども、もうほぼ半年なんだけど出てこないと。で今残念ながらその直後じゃないのでサミットの委員会もなかなかその一回も電話会議してないこの3ヶ月は。だからもしあればですね、まあ、トップのノーベル賞学者のボルチマー氏とかもちろん僕なんかでもそのレベルなら別にダンキーされてそのちゃんとやってやろうっていうのはまあ言うつもりではいるんですけどもちょっと歯がゆい状態で、じゃあ WHO が何かするべきかというと WHO がすべきじゃないのかっていうのが実は、記者会見に出てその全部載ってるんですけど WHO のサイトに英語だけど文字起こしが。でやっぱり今の委員会はインベスティゲーションのためのものではない。だから別のルートでそんなに WHO が権威があるんだったら中国の厚生省に対して、私たちは気にしているので出せっていうのを WHO の権威で別のルートからやるというのはあり得るかもしれません。でそれはまだ僕としては残ってるんじゃないかと思ってこれからまだ3ヶ月も4ヶ月も何にもこれ以上分からないのはそういうそのいろんなところから続くべきだと思ってるんですけどちょっとね、やっぱり、このいろんな国同士の関係もありますから、個々人の振る舞い方が悩むところです。まあ、私の理解しているところによると、これやっぱり中国という要因が非常に多くて、自由なそういう調査とか、理由の解明ができない国だという要因があるんじゃないかと思いますよね。そうそう、やったところだってちゃんとやってないじゃないですか。その中国のせいにするのはちょっとおかしいかなって気もします。中国のせいだけにするつもりはないんですけれども、例えば、中国はこの研究がある程度進むまで、気がつかなかったわけでしょうね。それでそれからハーチャンクイさんはこの研究をしても法に触れるとは思っていなかった節があるわけですね。それからアメリカの研究者も協力していますね。そのあたりがどうしてそうなっているのかということは日本でこれが起こればそれなりのこうマスコミも主体するし周囲の学者もいろいろ事情を研究する可能性があるんじゃないかという気もするんだけど、中国の場合身柄は大体どこにあるか分からなかったりするというそういう要因もありそうな気がしています。ただ日本の研究者の方に聞いても同じようなことは日本でも起こりうると言ってるわけですから、もっともっと世界的な科学者コミュニティが中国に対してそういう情報開示を求めるというようなことは当然あってしかるべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。すぐにどうかはちょっと私もなかなかうまく言えないんですけど、この件は続いていくので、なんとかそのいろんな関係者がまあ続くっていうか、その何とかしろっていうのは外側から言わざるを得ない、言うべきかなと思いますね。
あれいつだったか、12月にサイエンスという有名な雑誌に、科学の雑誌ですけど、そこにアメリカのアカデミー、ナショナルアカデミーサイエンス、さっき2つです。アカデミーサイエンス、科学とメディシン、それから中国の、科学院でしたっけ、チャイニーズアカデミーオブサイエンスって言うんですよね。CAS とか言ったりするんですよ、CAS とか。あそこのプレジデントが3人、連名で、ウェイクアップコールフロム香港だったと思います。香港から の叩き起こされる声みたいな感じで、私たちは本気でこの問題を取り込まないといけないということを、そのサミットは、傘入らなくて香港のアカデミーが参加したんですが、そうじゃなくて第1回のサミットにいた、中国のアカデミーの長の方が、実はその方はヨーロッパかなんかで研究長くやってる方で、多分多くのマインドも出てると思うんですけど、本気で取り組まないといけないということを言ってまして、だから例えばそういう人が本気で国の上の方にいる人としてですね、これは国際社会でこれでは持たないというふうに言ってくれると動くんじゃないかと思いますね。私はすいません、ダイレクトな答えじゃないんだけど、ちゃんと期待してるんですよ、それは本当に。クリスパーキャス9がこう一般に最初に出たときに、この技術は墓場まで持っていくほど恐ろしいって出てたんですよね。ご存知ですか？いただいたなんかリーフレットみたいにいただいたんですけど、そう書いてあったんですよ。本当になんかこう安全か将来なんか危険があるのか結論が出ないだろうと、おそらく墓場まで持っていかなきゃわからないだろうというような記事が出たんですね。それだけもう最初に、こう話題になったクリスパーキャスナインなんですね。まあ、それとまたちょっと話は違うんですけど、厚生労働省が14日までの、実践は、まあ、研究してもいいってことに出ましたよね。でパブコメ出されたんですけど、なんと36名しか出てないんですよ。で私は大事な命だから研究に使わないでくださいっていうふうに書いたら、皆さんにその提供してくださる方にはこういう一応承諾を得てますからって書いてあるんですけど、今ちょっと産婦人科で、出生前診断を本当やってくださる方には3000円とお金を払うと、あとその後の羊水検査タダでやりますっていうような病院もあるんですよ。これどういう意味かなと。だから最初からもしかしたら残りのシャーレの中の受精卵は肺は使わせてくださいっていうようなことを条件に3000円で受けさせてくれるような病院もあるみたいなんですね。うん、そういうふうになんか世の中どんどん怖い方向に移ってるようなこともあって、私たち自身がちゃんと考えていかなきゃいけない世の中なんじゃないかなと思うんですけど、こうやってなんとここに来たのは20人しか来ないですよね。これすごい大事な問題なのに、パブコメ36人しか出てなくて20人ですよ。これよちょっともう考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。これはですね、まあ、神野さんにお尻を叩かれて島園とか天達さんがこういう伝えを持ってるんですけれども、今日の議論も、ね、中身結構あるんですよね。それでこういうのが、まあ、一応この YouTube では流れてるんだけど、それもどのぐらい見てますかね。まあ、数百数百、はい、うん、そうですか。まあこれのね、やっぱりもう少し大きな世の中に見える形でこういう議論をやっていかなくちゃいけないと思いますね。でこれはさっき の加藤先生の話にありましたが、人文系も情けないところがありますし、ジャーナリズムも弱い、それからでも科学者の方もまあ
問題に最近のここに来てくださる例えば阿久津先生とかですね、ああいう方たちはもうその前にゲノム編集学会の山本先生でしたね。ああいう方も、まあ、ある意味ではこういう集いに喜んできてくださる。つまりこう社会の認識が重要だという考えを持ってらっしゃるわけですよね。ですからそれをもう少しか、ただ政府は非常に私は危ういと思います。お役所はね、要するにできるだけなんていうかな、研究競争に負けないようにやればいいということで問題にすることを避けてる。その生命倫理専門調査会を出そうだというわけではないんですけれどもその辺がやっぱり弱い、いろんなところが弱いので、これ重要なことをみんなで議論するというふうになってないんだと思いますね。パブリックコメントに対する扱いも非常にこう失望が多いです。でほとんど無視に近いものですから、ですからパブリックコメントする意欲が出てこないというところもありますよね。前回は確か NHK で少し放送されたんじゃなかったでしたっけ。前回か前々回か分かりませんけども、はい、やりましたよね。あの時 NHK が入っててニュースでちょっと出たと思うんですよ。何についてですか。山本先生の時です。山本先生、はいはい、そうそう、あの時NHK 来てました。僕は逆に NHK がよくやったなとあの時は思ったんですけど、はい、あれはね、もっとああいう形でやらないと世の中に全然伝わらないですよね。そうですね、まあ、12月の初めだったので11月28日のに初めて明らかになったんですかね。27日かな、サミットがあったのはその辺ですよね。11月ね、にその頃だったんです。学研究生が出てきて、そのすぐ後だったから、報道だったんですよね。でもあれはもう一つ食べるところで出たんですよ。この研究会、ここの、 パネルディスカッションなんですけども、まあ、放映され、うん、NHK が取材に来て放映したんですけども、はい、私たちとしてはちょうど中国で、まあ、赤ちゃんが誕生した問題でこの問題で議論をしたわけですね。まあ、だけど言ってますと話の、まあ、ちょっとついでみたいな形で食べ物の話をしたわけですよ。まあ、そしたらですね、NHK が報道したのは食べ物の話のところだけだったんですよ。でそれで なんでかっていうことなんですけども、いわゆる生命倫理ではみんな見てくれないってわけ、うん、食べ物だとみんな見てくれるってわけですよ。まあ、そういうことがあって、本当についての部分しか報道してくれなかったんですよ。うん、ですからそういう意味ではやはりなんていうんですかね、もうちょっとこの生命倫理といいますか、本当にゲノム編集と人間の命の問題ですよね。こういう問題に対して、本当にジャーナリズム、まあ、ここにもたくさん来られてて、まあ、この来られてるジャーナリズムの方はものすごく優秀な方ばかりなんで、すごく私たちもやっぱり日頃お付き合いしてて頼もしいんですけども、残念ながら世の中全体のジャーナリズムがそういう形で流れてしまう。いうのも本当に残念です。そういったところがあります。ここへ来てくださってる、まあ、私も天橋さんと同じように非常に優れた方々です。ちょっとジャーナリズムの立場からでした。ご発言いただけますか。後ろにもいらっしゃるし、他にもいらっしゃいます。内さんという方が来てらっしゃったんです。はい、朝日帰っちゃう。はい、帰られたんですけど、彼は300g で子供が生まれたっていう記事を書かれたんですけど、これ何気に 300g って何、あ、そうかと思ったんですけど、さっき言った海外で 250g で生まれてる子がいるっていうんですよね。と 250g って堕胎してもいいかどうか、まあしてもいい、しちゃいけないところのすれすれだと思うんですけど、だんだんとその生命が250、200 100で生まれる可能性も出てくるわけですね。ちょっと本当にその生命の大切さっていうのが問われるってくると思うんですよ。技術が発達してくると、こんなに目に 300g なんだと思ったんですけど、実はそこにはいろんな意味があるんだなと思うんですよね。
まあ、あの出産に関することの方がその、ね、あの注意を引きやすい、みんなが身近に感じやすいっていうこともあるんだと思いますけれども、その辺どういうふうにしたらいいですかね、川尾さん、いかがでしょうか。ですね、あの先ほどあの加藤先生のお話で法律ということを言うとフランスとドイツは禁止していると、でだけどもその変えないといけないみたいな話が出ているという、まあ、変えないといけないじゃないかもしれない、とにかく議論してる、あの議論というかですね、そんなにあのゲノム編集自体は、まあ、あの全体の議論だと小さいですけども、そのフランス、私が知っているフランスについて言うと、あの11月 の、 あの中国の例が出た時にですね、フランスもいろんな声明出してるんです。で、あちらの医学アカデミーももちろん当然批判してるんです。だけどよく読む と、最後の方に、だけどもゲノム編集 の、 その応用についてはね、そんなに一概にダメですよって言えないと。だからまあフランスの、人たちというか研究者の側の立場というのはそれにある意味よく表れているなと思ったんですね。だからフランスもドイツもそうですけど、原則を非常に明示したような形の生命倫理関係の、まあ、法律があって、もう原則からして簡単にもう禁止としか出てこないんです今ところ。で研究者としてはやりたいという動きも、あるのは事実だと。でフランスについて言うとですね、昨年に終わるはずだったんですけども、あの生命倫理法という法律がありまして、それが、昨年改定すると。でその時にどういうやり方したかというと、法律で、エタジェネロっていうんですが、あの、まあフランス革命の時に大活躍した三部会というふうに訳されたりするものですけど、全国民が参加する生命倫理の議論をしないといけない法律になってまして、で各地にですね、その、議論をするスペースをあの確保したりして、地域ごとに全部議論すると。それから、ネットも開設して、それで意見を集めると。でその際のやり方としては、こういう問題なんで多数決はナンセンスだと。で違う意見は全てそのネットの場合は掲載すると、まあ、実際は全国民が参加するという建前で、そういうやり方を取ったと。昨年の改定時が最初だったんですけど、まあ、そういうやり方で国民全体が参加するような議論をフランスは一応やろうとしてるんですね。でフランスの場合は、今 の、 あの焦点はですね、あの同性のカップルに対するあの精子 の、 人あの提供の問題なんですね。で、まあ、今のマクロンが、まあ、大統領になる時に、レズビアンのカップルにも、精子を提供して、で子供を産ませるという、そういう公約を掲げたこともあって、まあ、そこに焦点があって、で ある意味その議論をですね、法律自体は非常に広いんですけども、そこに集中する形で議論が起こっているので、まあ日本人から見るとちょっと偏っているかなというふうには、うん、見えます。ただし、建前としてはですね、先ほどあの加藤先生のスライドの WHO の、96番目とかいうのがありましたね。その、うん、それ見ていただくと分かるんですけども、生命倫理の問題ということで言うとですね、いわゆるここで問題になっているようなものだけじゃなくて、そこにもありますけども、いわゆる AI とかですね、それからビッグデータとかですね、でそういうのを含めて考えているんですけど、そういう広い範囲の問題が全部生命倫理の問題で、フランスが今回立てたとしたら、我々の社会はどこへ行こうとして、我々はどういう社会を望むのかっていうのが一応全体のメインテーマなんですね。でそれについては一部の専門家じゃなくて、全国民が参加する、その三部会エタジェネロっていうのを組織している、そういうやり方をフランスは取っています。でフランスの場合はですね、その中心になっているのはまあコンセイルとって、まあ法律家が中心になっているんですよ。
必ずしもその科学者コミュニティが中心というよりは科学者コミュニティも参加して社会全体で議論するというそういうようなやり方を取る。で実際にはその参加数を見てもですね、そんなにみんなが参加してっていうふうには現実にはなってないんですけども、ただそういう姿勢を取ってる国という、だからフランスは遅れてですね研究が進まないんだという話もあるんです。ドイツなんかもそうですけど、厳しすぎてそのなんかウルトラのこう技使って無理やり研究進めるというのは作っちゃダメだけど輸入していいというような話になったりしててですね、実際特にその研究の現場からすると必ずしも賛成できるような状態ではないというところももちろんあると思いますけれども、全体として見れば要するに、ここで扱っている、まあ、ゲノム編集の問題は社会の問題だっていう意識がですねはっきりヨーロッパの大陸の答えを伺えると思うんですね。で日本でも全くフランスはフランスの歴史の中でそういう話になってるんで、フランスがいいとかいう話ではもちろんないですけれども、そういうことをやってる国もあるっていうのはですね、うん、参考にしてもいいんじゃないか。だから必ずしも上からバーッとこうなんか、上から目線でバーッと決めちゃうということばっかりでですね、やっていくだけが道じゃなくて、要するに関わってるのはすごいですけど、我々 その将来世代というかですね、社会全体の在り方の問題なんだという意識をこう広く持っていただいて、でその中で、生命倫理の問題自体も本当広く捉える視点からですね、社会的に議論していくということを目指す必要があるかというふうに思います。日本でも脳心臓移植の時はいわゆる脳死臨床というのができて、あれは本当に国民的な議論になってますね。でその後クローンの時も橋本内閣ですが森渉先生が中心になって生命倫理委員会を作りました。これは政府から独立した国家的な委員会という感じで、それで非常にその頃に出した報告書というのは私が見る限り非常にしっかりしている。これが2001年かに臓器じゃない、役所の改革があってですね、総理府内閣府になりまして生命倫理専門調査会になった。この生命倫理専門調査会はその、まあ、社会性が薄い、つまり市民と共に考えるという姿勢が非常に弱いものになって、それからその基盤が弱いです。つまり内閣府にはいろんな省庁から来てる人がいるだけでがっちりとした科学的な基礎がないので、そういう議論を支えるマンパワーも足りない、まあ、そういうふうな状態になってしまっている。もう一つはその、生命倫理委員会やその脳死臨床でやった時の議論が科学者から見るとそのおかげで日本の科学医学は遅れたみたいな、そういうふうに受け取られた、まあ、さっきのフランスの話と似てるんですけども、そういうことが悪影響してるんじゃないかなというような思っております。ちょっと最後にちょっと私も言いたいこと言いましたので、加藤さん残っているので長く話して、責任もあるし一言まとめのことすいません責任あるという今私チャンスだと思っています。でそういうなんか明らかとした楽観論が多いかもしれませんが、さっき先生おっしゃった AI、ビッグデータで全部社会の根幹に関わる問題だし、生命技術もそうだし、生殖補助医療もそうだし、だからやっぱり特殊な問題って見ないで、やはり大きな社会をどうするのというフランスみたいな問いかけは十分日本でもあり得ると思います。特に AI は一つ のモデルになるんじゃないかと思ってて、いろいろ議論して戦争に AI をどう使うのかやってるじゃないですか、あれは国を挙げても動き始めてるし、ナンセンスだと思いますけどね。私はどうやって AI ロボットを戦争使うのみたいな、なんでそんな人間はそんなことにエネルギー使うのと思いますけど、生命技術もやはり、大きく取り上げればいいと思いますし、明らかに
あの香港のサミット以来メディアの方の関心が大きくなってて、私もテレビに出たりラジオに出たりしておりますので、みんなで考えていければなと、ちょっと楽観主義つきつきで思っております。今後ともよろしくお願いいただければと思っています。はい、フルライフ。はい、まあ、加藤先生のまとめをいただいたので、私から付け加えることはありません。これで今日の、シンポジウム、終わりにしたいと思います。先生方どうもありがとうございました。聴衆の皆さん本当にご協力ありがとうございました。生命倫理文治、それから8月31日にお昼から夕方までちょっと大きくやろうと思いますので、2年前に江戸東京博物館ってところで6時間ぐらい議論したんですね。また会場取ってありますので、またお知らせいたしますので、内容をいろいろと多角的に見ていこうと思いますね。やりますので、また連絡をいたしますので、よろしくお願いいたします。両国ですか？両国です。はい、歴史博物館です。